はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、楠田亮司でございます。横田様、美穂様、秋山様、ゆり様、もっこりん様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。防弾チョッキ送ろうか、複数の方にお申し出いただきました。ありがとうございます。ですがもう持ってますお気持ちだけありがたく頂戴いたします。お申し出ありがとうございました。地方議員を目指していただく支部長大募集、街頭に立ちご自分と党の知名度を上げてください。ご自分の当選のために、アナウンス流しながらチラシを配るという活動を、やってください。別に演説が達者でなくても大丈夫です。今現在いる支部長にも演説はあんまり得意でない方もいらっしゃいますけれども、そんな方でもアナウンス流しながらチラシ配りの政治活動は、できます。次の地域を除く、ここはもう支部長いるんで、ここ以外のところ応募してください。足立区、江東区、中央区、世田谷区、豊島区、北区、西東京市、稲城市、八王子市、浦安市、所沢市、甲府市、動画説明欄もっと見るをクリックしていただくか、靴沢のツイッタープロフィールよりご応募ください。日本改革党メール党員さん大募集、ほぼ毎日届くメルマガご購読で党をご支援ください。月額990円です。動画説明欄もっと見るか、靴沢のツイッタープロフィールからご登録ください。よろしくお願いします。参院選終了ありがとうございましたというおとといの動画がニコニコの政治カテゴリーランキング1位になってました。ご視聴いただき誠にありがとうございました。岸田総理、できる限り早く改憲発議に至る取り組みを進めていくと発言。参院選で3分の2超えたことから改憲勢力と呼ばれる人らが、具体的に言うと自民、公明、維新、国民が合わせて3分の2超えたことからこんな発言したらしいんですけど、発議を進めるじゃなくて取り組みを進めるってとこに引っかかりますけど、こうした物言い、なんか曖昧な、後からなんか言われても逃げられるような、物言いは癖なんだろうかな、一緒なんねえのかな。そういえば最近検討するは私の口癖ですってつい言っちゃったみたいですけどね。早速売国土の山口夏夫が反対しておりました。数合わせよりどこを変えるべきか、憲法9条を変える必要はない、重要な規定だと考えている、大多数が自衛隊を容認しているので憲法を変えなければ仕事ができない状況ではない。なんか言ってること尻滅裂ですけど、改憲反対なのは伝わっていきます。特に9条ね。ネットの反応です。何言ってんだこいつじゃあ連立解消ですね。選挙前は改憲賛成って言ってませんでした？9条以外よってことなんでしょうかね、公明党ね。改憲勢力ちゃいますやん、こいつ正気で言ってんの。公明党はもう無理だから手を切って、山口夏夫を連立から追放しろ、生きてる間に公明党の消滅が見たい、岡山の反公明票の破壊力を見て目を覚ませ、自民党は単独過半数と小野田さん圧勝でこれまでみたいなでかい面できなくなるよ。カチンコチンの冷や飯食わしてあげて。左翼が自公異国の改憲勢力が衆参両院で3分の2になったと大騒ぎしとりましたが、衆院で36、参院で11余裕が あります。これ3分の2、の数からね、裏切ることがほぼ確実な公明党の議員数は衆院32名、参院28名ですんで、衆院は公明が裏切っても3分の2あるんですけど、参院は17足りなくなっちゃうな。公明全員が裏切ると、17足りない。まあ裏切るんですけどね、この調子だとね。賛成と N 党が賛成しても15足りないということになりまして、公明党が改憲しねえって土壇場で裏切ると、凱旋選挙の演説では
改憲賛成って言ってたくせに嘘つきだな。夏尾自身がですね、九条に手を出すなら連立解消だって言ってんだから踏み絵でいいんじゃないのこれ。改憲を迫ってですね、反対だどうしてもって言ったら、じゃあ連立解消な、離婚な、見下り犯、踏まなきゃバッサリ切り捨てごめん、切り捨てて与党じゃあなくなれば議席減らすのは確実ですもんね。今は与党だっつって威張ってますけどね。我々は与党ですって言って票集めしてんだからね。国交大臣のポストも返しやがれと、与党じゃなくなって、ここが簡体字やハングル表記をゴリ押ししてるんですからね。 JR 東日本は最後まで抵抗してたけど、今はどうなったのかな。監督省庁にゴリ押しされたらまあまあ逆らえませんよね、民間はね。改憲に反対しときながら与党では痛いっていう、都合いい、ずうずうしい、虫がいい山口夏男、小野田貴美さんが公明党の落選運動に圧勝したことについて、連立への影響は全くない、岡山は特殊、自民県連も推薦を求めてこなかったと発言しておりました。まあ言い訳ですか。ネットの反応です。岡山の公明議員集会で議員が立憲候補への投票を呼びかけたと聞いている、激怒して退場した参加者もいたとか、常識ある学会もいるんだな。小野田さんの得票数が前回より減ってるんで影響はあった模様、山口は内心死ぬほどムカついてんだろ、小野田さんの当選に死ぬほどムカついてんだろ、我々がいなくても全く影響ない、おっしゃる通り、公明党は中国共産党のスパイ、公明党の力が大したことないって証明されて焦ってる、岡山の落選運動はうやむやにせずきっちり詰めるべき、責任を追及しろってことですか。自民党がしっかりすれば公明票は必要なーい。岡山は特殊な例として本部は切り捨てることにしたらしいな、この物言いだとな。小野田さんによれば岡山学会はかなり本格的に大々的に立憲黒田を応援してたみたいですよ。それをね、本部が止めなかったと、そういう事実を都合よく綺麗さっぱり忘れて自民との関係は変わらずと断言、なんか浮気しといて、私たちの夫婦は、変わりませんって言ってるずずしいやつみてえだな。そう思ってんのは公明の幹部だけじゃないのかな。これで済むって思ってんのはね、自民県連からも応援予想がなかったし、これが本当なら小野田さんの意向通りに動いたってことで、岡山県連統率取れてるじゃあねえか。めでたいめでたい。小野田さん2016年の得票43万7347票、今回は39万2553票、44794票減っております。岡山の高齢比例票は推定 9.5 万票、これ人口から割り出しました、全部で618万票だっけかな。岡山の人口って日本の 1.5% ですから、まあまあこのぐらい、公明党の言うことを素直に聞いた学会員が半分ぐらい、いたってことかな。あと半分は常識的な人で、小野田さんに前と変わらず投票したってことなのかな。教団拡大の私利私欲のために中国共産党に媚びへつらうスパイと組んでんのがおかしいんじゃないの。元からさ、自民ってさ、だってさ、宗教的には神道がメインじゃないですか。でさ、創価学会って日蓮様でしょ。昔は一緒にやってた立憲と民民が原発かどうか反原発かで割れたみたいに、政策で一致できる州が集まって政党になるんじゃねえのか。自然と政党が出来上がるんじゃねえのか。な、自民と公明が一緒にやってるのがおかしいって話ね。それともね、日蓮さんの教えに中国共産党の靴を舐めるようにっていう文言でもあんのかよ。それがあんだったら諦めるわ。
公明757万、3年後654万、3年後618万、衰退が目に見えた比例票、岡山があんなことになったし、夏尾は本当は血涙流すぐらい悔しいんじゃねえの、2016年から2022年の6年間で 8.2% 減少してますね。年間約140万人、1.12% が自然に減少してますから、これまあ多くは高齢者ですね。ぶっこ、年間死亡者数約140万人、若者で補充できなきゃそんなもんかな、1.12% が6年間で 8.2% ちょうどぐらいですね。同じ時期に共産は602万から316万に 47.5% 減少、ほぼ半減してますけれども、公明より平均年齢が高くて急激にぶっこされたのかなーってちょっと思いましたけれども、これ令和に移ったんじゃないのかっていう、疑いがちょっとありますね。豊島区議会議員も共産党議員6人から4人に減っちゃったしね。2019年の統一地方選で、今回の参院選も選挙区1比例5が選挙区1比例3になってしまいました。2人減ったのね。選挙区1当選は、共産党の希望の星山添拓、こいつはいずれ存在してればですけど共産党の書記長になるかもしんねえな。6人から4人に減少しました。だから3分の2ですから 33% 減少。自民あたりが1人減るのとはわけが違う。さすがのね、謝ったら死ぬ共産党もいやーすまんかったという声明を発表しておりました。交代という大変に残念な結果となった。責任を深く痛感している。ネットのでも代表は辞めないんでしょ。痛感はするが責任は取りません。反省もしません。もっと立憲と選挙協力していれば、立憲もダメなんだからダメだわね。一人区では譲り合ったみたいですけど、痛感するだけ。早く総括しないと。戦争は話し合いでとか言ってたら誰も入れんわ。どんな下手こいても責任取らせていい組織なんて羨ましい。共産党といえば阪神教育事件、ロシアの将棋を見て左翼やべえって気がついたんだよ。責任は痛感するけど代表は辞めないし何もしないと。どうやって弱点を打開していくか、全党の皆さんの知恵と経験に学びたいとかも言ってたらしいんですけど、意見したって聞かねえくせに自分のと違う意見はことごとく跳ねつけるくせに、それでいてリベラル寛容を名乗ってるっつうね。真逆の存在ですね共産党は。何言ってやがんだろうね。共産党の弱点はですね、責任取らないし、トップの入れ替えがないし、反省しねえし、俺らは絶対正しいって信じ込んでっから改善もしねえって。平等な分配のためには、富の暴力による集約が不可避である事実を隠蔽してるし、これレーニンの書いた国家と革命にも書いてありますよ、ちゃんと。富を平等に分配するためには、富の集約が不可避なんだと。一旦手元に集める必要があるんだ、全部。喜んで差し出す人いねえから、その時は暴力を振るわなくちゃいけない。共産党の組織には、共産主義の組織には、暴力装置が不可避なんだわ。っていうことを、レーニンですら書いてあるのに、日本共産党はこれを言わない。なんか共産党に投票すれば、なんとなく平等が実現するような風に言ってる。弱点って、共産主義そのものでは、共産党が共産主義捨て去らない限り、弱点は克服できないのでは。共産360万、令和230万、比例票ね、気がつけば、すぐ後ろに令和が。公明の減少率と比較すると、6年で半減っていうのは、さすがに急激すぎるので、令和に移ったんじゃないかって、
私は疑っております。共産プラス令和っていうのが帝国の土佐欲表とすると約590万票ですね。今回は、6年前は共産と令和、その頃は山本太郎と生活の党みたいな名前でしたけれども、それで710万票ありました。そんなに減ってないっぽいんですけど、6年で 8% 減った公明党、こっちもそのグレーだな、順調に減ってんな。ただですね、強大な共産党一つがあるよりも令和に分かれてくれた方が潰しやすいなっていうのはありますね。敵は分断し確固撃破せよ。こっち側としては大きな強い共産党一本でいるよりも二つに割れて共産令和あって小さくなってくれた方が戦いやすいですね。賢者に教えてもらいましたけど、令和は金吸って配るって公約にしてたらしいですね。それって民主党の子供手当と一緒で買収じゃねえのかなちょっと思いますけれども、まあまあこういうのにも騙される人は減らないしいるんですよ。いなくならない。オレオレ詐欺もなくならないし、これ私の推測なんですけど、オレオレ詐欺がなくならない理由、これは毎年毎年新たな高齢者が誕生しているから。高齢化によってですね、脳みその退化によって去年までは騙されない人が今年は騙されるようになった。つまり新たな被害者が、被害者予備軍が誕生するからではないかっていうのは私の推論、推測であります。同様に令和みたいな第二共産党に騙される人も年々発生してですね、だからなくならないじゃないかっていうのが私の推論であります。というわけで、ご支援、支部長、メール党員登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。